頭引っかかった。おお。見ろ領事、コツがあんだよ。クレーンは下がるときちょい後ろ行くんだぜ。へえ。前の学校のときとっさのモテスキルとして特訓したかんな。ちった知られた腕だったんだぜ。そうなんだ。人呼んで UFO 嵐の J みたいな。いや、そんなリングネームみてえなのはないから。ああ、片っぽずり落ちた。ああ、あと少しなのに。てかアーム力弱すぎだろ。あーも腹立つ。人形の名前ジャック・フロストだっけ。なかなか手強いね。あいつボンボンとか帽子の角とかのせいでバランス悪いんだよ。でもだいぶ際まで寄ったし、次は転がすだけで落ちるんじゃない。うん。ああ、俺100円玉終了。じゃらせん尽きるまでって思ったけど、ここでかよ。ああ、悩むよ。完全にお店の作戦通りだね。両替機あっちだよ。楽しげに背中押すな。ケドン、自分から任しとけって引き受けたんでしょ。くそ、二つや三つちょろいと思ったのに。なんとかジェイの名が泣くよ。そりゃお前の捏造だろうが。なんとかジェイ。ああ、おかえり。いや、純平の昔のリングネームなんだってさ。あ、なんだっけ、嵐の、いや UFO の、宇宙海賊ジェイ。宇宙行くな。てかわざと言ってるだろう。結局人形は取れたの。面目ない。いいって、こっちもダメだったし。ありがとう。いくらかかった。いや、俺持ちでいい。じゃねえと俺痛すぎる。実は僕もやってみたんだ。そしたら一個だけ取れたよ。ほら、土偶。土偶は頼んでないな。足の裏に秋葉原って書いてあるんだ。名前かな。さあ、まあもらってよ。君のために頑張ったんだからさ。ああ、ありがとう。うわっ、重た。こんなのどうやって。適当にやったら取れた。適当って。けどお前なんだってジャック・フロスト人形3つもいるんだ。頼まれ物ってとこかな。ん、誰から。ぬいぐるみが欲しいなんて、そりゃ女の子でしょ。マジで。うわ、否定しねえ。くっそー、格差社会め。けど俺だって千鳥と。千鳥もぬいぐるみとか喜ぶんだ。3人の子に同じフロスト人形をあげるんだ。バレたらこじれるよ。違うから。確かにいちいち分けると誰にどれあげたか間違って危ないけどさ。だから違うから。そろそろ行こう。